はいどうも皆さんこんにちは、ゆうちゃか TV のゆうちゃかです。今回は久しぶりに旧車シリーズの方をやっていきたいと思います。それがこちら、はーぽーん。こちらのトミカは今廃盤となったマツダロードスターとなっていて、トミカナンバーの方は26番となっておりますね。では早速開けていきましょう。いや、マツダロードスターつい最近トイザース限定の方を紹介したと思うので、こちらの方の動画の方を概要欄からぜひご覧ください。では早速周りの方を見ていきましょう。周りの方を見てみるとこんな感じとなっていて、ボディカラーの赤がすごい濃い赤となっておりますね。で、ここのソフトトップの部分とボディの部分はソフトトップが開くので別パーツとなっておりますね。では早速前の方から見ていきましょう。前の方を見てみるとこんな感じとなっていて、少し先端の方が丸くなっているので、ここのマツダのマークもすごい大きく見えますね。で、ライトのレンズの方は相当になっていて、バンパーはこんな感じとなっておりますね。で、その他もこういった細かい凹凸だとかが再現されておりますね。では、サイドの方を見ていきましょう。サイドの方を見てみると、こんな感じとなっていて、タイヤの方はノーマルタイヤとなっておりますね。で、後ろの方を見てみると、こんな感じとなっていて、後ろの方はここにウィンカーがあって、こっちの方にテールランプがあります。ウィンカーの方はオレンジ色となっていて、で、テールランプの方は、赤い塗装になっておりますね。で、そしてここにマツダのマークがあって、こっちにロードスターと書いてありますね。で、上の方を見てみるとこんな感じとなっております。ロードスターやっぱりどの角度から見てもかっこいいですね。窓の枠の方は黒色の塗装になっておりますね。ソフトトップは、もともとの黒いデザインとなっております。それではギミックの方を見ていきましょう。ギミックの方はサスペンションとこちらのソフトトップの脱着となっております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお待ちしております。Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。